シアーバターの木標本お芝標本とは、高等植物の標本の標準的な作り方のことで、正式には、作用標本という。絵画として制作されているお芝なと同じであるが、ここでは、学術的な標本の作り方について述べる。1893年標本ロックシーラベンダー植物は、ドライフラワーに見られるように、水を立ち乾燥させれば、外形を保つ。 そこで、保管の利便性と視認性を確保するために、平らに広げて乾燥させ、紙に貼った形で標本とする方法が古くから取られてきた。もともとは落ち葉を書物に挟んだ、いわゆるお芝がその起源と思われる。植物標本は、丁寧に扱われれば微細な毛などの形質も失われず、そのままの状態で植物の観察が可能である。花びら等の柔らかい部分は、 水分が失われることでシワがよって原型を止めないこともあるが必要であれば一部を水や湯につけたり水蒸気を当てて戻したりすことで元の形に戻すことも可能である。また虫食いを防ぐために防虫剤を使いカビの繁殖を避けるために適切な湿度、温度で管理されれば100年以上も保存が効く。お芝状態の植物標本から DNA を取り出す。 ことも、すでに可能になっており、分子系統学、分子生物学的研究の資料としても耐える。言うまでもなく、植物の分類には必要不可欠な資料であり、現在学名がついている種や編集は必ず根拠となる、植物標本が指定されている。すでに学名がついていると考えられる種であっても、植物標本を蓄積していくことは重要である。例えば、ある種について、 いろいろな地域で採取された標本が集まるとする。すると、これまで一種と考えられていた種が、ある地域と別の地域のものは、明らかな隔たりがあると認められ、二種に分けられることも出てくる。その逆に、今まで二種に分けられていたものが、標本の蓄積と再検討により、一種に統合されることもある。共に立ち点、多個体の標本が蓄積されていなければ、不可能である。 また、二種に分けるほどではないが、例えば葉の大きさが地域により異なるなどの地域性が明らかになったりする。前述したように標本は DNA 情報を保存しており、DNA を抽出、塩基配列を解析することにより、地域の系統の差異を検討することも可能である。このように標本は分類においても、また生物多様性を理解する上でも、 非常に重要なものであると言える。欠点としては、視覚性と大きさの面においていくつか挙げられる。まず、色は、ほとんどの場合生地の状態をそのまま保つことができず、葉の緑色が褐色になるなど変化する。うまく乾燥させて、色を保っていても、何十年と経つうちに退色してしまう。標本の大きさもハサミ紙の大きさに限られる。また、 標本にする過程で本来の立体的な構造が平面的になることで失われてしまう。このように欠点はあるが、花などの形を保存したい場合は、エタノール液ン標本を別途作成することで補えるし、また色については標本ラベルなどに生地の色を記載しておくなどの工夫がなされるのが普通である。そのため、簡単なお芝はともかく植物標本は、 コレクション的収集の対象としては、昆虫採集のように普及しておらず、分類学、生態学などの専門海外では、標本作成は避けられる傾向にある。特に近年では、デジタルカメラの普及のためもあって、写真撮影で済ます人も多い。標本採集圧が絶滅に加担することは避けるべき、あろうから個体数が少ない種の場合、そうした配慮も必要である。しかし、 日本の植物分類学の発展は、在野の植物愛好家が採集して蓄積した、膨大な標本がなければなしえなかったと言ってよく、標本の重要性は別に考慮されるべきである。いかに、デジタルカメラで精細な写真を撮ったからといって、分類学的検討に耐える個々の形質の記録はまず、困難であるし、従って分類学的な再検討も行えない。もちろん、 取った植物が存在したという証拠にもなり得ないのである。まず標本を採集しなければならない。小型の植物ならば植物体全体を採集する。樹木の場合には枝の一部を採集する。できるだけ枝、葉、花、果実などの重要な構造が多く含まれる部分を取るように心がける。特に花は最も重要な検出である。また、花も実もついていない標本は 分類学的には価値が低い。シダ植物は胞子がついているものを採取する。植物採集の項も参照されたい。標本はまず新聞紙に挟んで乾燥させる。それに合う大きさに切るなり折るなりしなければならない。新聞紙二つ折りが標準で紙の大きさにすれば、いわゆる B4 くらいである。これより大きい場合、途中で折り曲げて挟むか、切り分けて二つにする。 標本を新聞紙の間に置き、はみ出さないようにする。新聞紙にデータを記入、あるいはデータを記入したラベルを同封する。データは、日時、種名、最終社名、最終値は一般に必須である。特に、最終値データのない標本は全く意味をなさない。その他、最終者番号、井戸経度、標高、花の色、最終値の環境なども必要に応じて記入される。 これらの細かいデータはフィールドノートに記入しても良い。専用の吸取紙がある場合は、標本を挟んだ新聞紙の上に載せる。その上に新たに新聞紙を置き、そこに次の標本を挟む。こうして、標本を挟んだ新聞紙と吸取紙を交互に積み重ねる。専用の吸取紙がない場合、吸取紙として新聞紙を使う。 標本を挟んだ右開きの新聞紙1枚に対し、左開きに2枚重ねた新聞紙を一部挟む。何枚か重ねていくと、標本の厚みによって水平でなくなってくるので、新聞紙台の段ボール板やベニヤ板を挟む。なお、水草の場合は、新聞紙に直接挟むとくっついてしまい、剥がす時に標本が壊れてしまうため、目の細かい紙に挟んだ上で、新聞紙に挟む。 積み重ねた標本の上に板を置き、その上に重しを乗せる。これは重ければ、重い方が良い。某大学の植物学教室では、鉛の塊が用意してあるとの噂もある。重くないと、隙間ができ、標本の縮みが大きくなるばかりか、標本ができた後も収納するときに壊れやすくなる。バネを使って押さえる方法もある。自転車のタイヤチューブを切り開いて、 バネの代用とする場合もある。ものの本には重すぎると標本が潰れるから良くないなどと書かれているが信用しない方がいい。というのは専門家は花から重しの標準重量を 10kg とか 20kg とかで考えているからである。新聞紙の間の吸い取り紙を取り除け代わりに新しい吸い取り紙を入れて再び積み上げて重しを乗せる。 この交換は当初は豆に行った方がよく、当初は1日に2回交換し、それから日に1回、その後は確実交換でも良いが、標本から湿気が感じられなくなるまで行う。完成までの期間は条件によって異なる。乾燥機構の場合や、夏季の好転の時期には1週間でできてしまう。吸い取り紙をよく乾かせばなお早い。湿った気候などでは、 数週間かかる場合もある。また、植物によっても乾燥しやすさに差があるから、出来上がりの時期にも違いが出る。なお、吸い取り紙交換の際に、標本の形を整える。最初は植物に弾力があるので、押し込んでもはみ出したり、ねじれたりしがちであるが、少し押さえた後には、水分が出て、形を整えやすくなる。整える際の心がけとしては、 自然な形をあまり乱さないこと、その範囲で各部の形が分かりやすいように、各部が重ならないように配慮する。また、葉の裏の特徴を示すため、一部の葉を裏返しにすると、良い。標本が完全に乾燥すれば、それを台紙に貼り、台紙にラベルを貼る。植物を貼り付けるには、白紙にアラビアゴムを塗ったものを細く切って、テープ状にして、使うのが伝統的な方法である。 木の枝のような太いものは糸で縫い付ける。バラバラになった種子などがある場合は別に紙袋等に入れて添付する。ラベルには植物の種名、分類上の位置、最終年月日、場所、その環境、最終者などの標本として必要な情報を記入し、標準的には右下に貼る。また、標本番号を付ける場合、同一個体からの標本には同じ番号を付ける。 場合によっては表面をパラフィン紙で覆う、袋に入れる、あるいは防虫剤を塗るなどの保存のための措置を施し、保管のための箱に収める。ファンと木製のダクトを組み合わせた手製の植物、標本乾燥機蒸気のような方法が伝統的な植物標本作成の手順である。しかし、乾燥の手順に非常に時間と手間がかかるのが難点で、ある。吸い取り紙の交換しながら、 植物を見るのが良い勉強になるのではあるが、やはり時間を取られるのが痛い。そのために、現在では、様々な乾燥機が考案されている。大抵は手作りで、例えば以下のようなものであるが、布団乾燥機を使うこともある。植物標本を積み重ねて、板に挟んで、紐で縛ったものを立てた時に、ちょうどはまるような箱を作り、箱の中には、電熱器、電熱線、 白熱電球などの発熱体をセットする。植物標本の間には、吸い取り紙の代わりに段ボール紙を挟む。こうして標本作ったの束を、段ボールの内部の穴が縦になるように立てて、箱にセットすれば、熱せられた暖気が段ボールの中を通り抜け、この時に標本を乾燥させる。段ボールではなく、専用の波板や段ボール様の専用の板を用意する場合もある。 乾燥機を使った標本は注意しないと葉がヨレヨレになりやすく見苦しくなる。また、温度が高いと焦げたように茶色く変色してしまう。乾燥機の一番の利点は早く乾かすことよりも虫や虫の卵、カビなどを殺す効果があることである。なお、このように空気が通る段ボールを吸い取り紙代わりに挟んで、そうして固めた標本の束を自動車の上に積み上げ、 適当に走るとよく乾燥するらしい。この方法で最終旅行の帰り道で標本を作ってしまう人の話を聞いたことがある。また、一部では段ボールではなく、それと同様の効果を持つ波板を金属やプラスチックで作って使っているところもある。このような標本作成の手順が通用しにくいものは様々にある。折り曲げる。細い茎が新聞紙の長さの数倍ある。 という場合には、数回折り曲げて収納する。折り方はできるだけ急角度で、W や N の字の形に折った方が、人為的に折り曲げたものとしてわかりやすい。小さい角度で折ったり、緩く曲げるようにすると、全体の形を見誤りやすくなる。できるだけつながりがわかりやすいように配置するのがコツ。部分的にカットする。一応枝に数枚の葉があればその特徴が見て取れるから、 邪魔な枝や葉を切る。この時根元から切り取らないのが元の形を残すので良い。しかし、葉一枚すら大きすぎるものもある。それも部分的に切ることがある。例えばシダ類の葉は大抵左右がほぼ同型だから、例えば左側の右辺を半ばからカットしても全体の形を見誤ることはないだろう。ということで切り捨ててしまう。あえて全部を収めるなら切り分けるしかない。 葉と花が共に大きい場合など、とにかく一枚に収まる部分に切り分けて、通し番号か何かで、同一のものであることを示しつつ別々に標本にする。切り捨てるよりはこの方が良い。特に大きすぎる、植物採集にある通り、植物の構造には単位としてのシュートが繰り返されているというパターンがある。標本はこれを少なくとも一つ含むべきである。したがって、これが、 やたら大きいものは切り捨てて省略することが困難となり、標本は非常に大きいものにならざるを得ない。その典型が場所化とヤシ化である。これらは共に一枚の葉が数メートルに達する上、果樹や果実も非常に大きく、花や果実の揃った標本を作ると一点で1 0ラムを超えることがある。しかも乾燥させづらい。そのため最終者泣かせで知られ、 一枚の葉の一部の実を標本とする例もある。そのために標本研究が進まない側面があるという、厚みがあるものもお芝になりにくい。果実などは液芯標本にするのも手であるが、お芝にする場合にはスライスして並べることで何とか作ってしまう場合もある。逆に柔らかすぎるのも厄介で、水草、海藻などは新聞紙に貼り付いて固まってしまう。 そういうものはあらかじめ台紙の上に広げて、台紙ごと新聞紙に挟んで乾燥させるなどの対応を取る。もう一つ、標本になりにくいものに多肉植物や着生植物がある。これらは水分を多く含むだけでなく、それを逃がさない構造を持っているので、少々のことでは乾燥されてくれない。某植物学教室で石穀を標本にしようと紙に。 挟んで乾燥機にかけ、一週間後に開けてみると、中で花を咲かせていた、という伝説がある。マングローブ植物も乾燥しない。いくら乾かそうとしても葉の水分を保ったままで枯れて、生き、しまいには、葉肉が腐敗してから口くらが壊れて溢れ出し、周りの標本を巻き添えにする。サボテンなどになると、これは棒をスライスして乾かすことになる。 ャフつかホルマリンによって殺してから乾燥する方法も取られる。歯などが落ちてしまう場合、元気な枝を取ってきても、押さえているうちにバラバラとこぼれてしまう。落ちたものを拾い集めて添付することはできるが、それでは原形を止めない。特に蕾などの針葉子は無残な姿になる。この現象は植物が自ら歯の根元に理想を形成するためであり、 それらを立ってしまえば起きないから、採集したものを熱湯や薬剤で処理すると止められるとも言われる。しかし種類によっては、その処理の時点で葉を落とす。同様にこぼれ落ちやすいものに、熟したや世界や種子など、もともと外れやすいようになっている構造がある。それらは、こぼれでなくならないよう、拾い集めて小さな紙包みなどに収納して保存する。標本を台紙に添付する場合には、 同じ台紙の片隅に貼っておく。両面にビニールが貼っていないタイプのシート乾燥剤を使えば小さなものならばスライスせずに作成できる。しかしキノコは乾燥させると乾燥剤と同じような性質を持ち湿気を強く吸収して再び柔らかくなってしまう。密閉性が高いプラスチック容器に強力乾燥剤と一緒にして入れなければ長期保存はできない。 エメ・ボンプラン採取標本200年前の標本でも十分に見られるものがあり、長野県の旧巣は高島藩市、渋江民園本古友が1719年に採取したものは採取場所や採取年月日が明らかなものとして日本最古であり、保存状態も極めて良く、収蔵する諏訪市博物館で不定期に公開されている。また、細部は分かりにくいものの、 湯で戻せば一応原形に戻る。しかし常に乾燥状態を保ち、またタバコシバンムシ、シミ、粉ダニ、粉茶テムシ等の微小昆,昆虫が入り込まないようにする工夫が必要である。これを怠るとボロボロにされてしまう。湿気を吸収した場合はカビが生えることもある。専門的な施設ではヒソを大紙面に塗るなどの方法が使われる。大きな施設では 定期的に群生する場合もある。1852年海藻標本、カラフィリスレイシーにあった1982年、海藻標本青のりの仲間エンターモーファイスー海藻の標本もほぼ同じような形で作る。ただし、いくつかの点で、陸上植物とは違う注意を要する。海藻は、陸上植物より組織が軟弱である上、構造的にも農状態であったりと扁平に、 押し潰された場合に失われる情報も多い。緑草類のバロニアの仲間や、高層類の袋つなぎなどは、その代表例である。また、緑草類のミルのように、水分含量が多く厚みのある、植物体を形成するものもし芝には向かない。これらの海藻においては、液芯標本やプレパラート標本、あるいはクリセリンを浸透させたなめし川状の標本と、併用することが望ましい。 学術研究用の標本では行わないが、教材用や鑑賞用の目的で作成した階層押芝標本は、ラミネート加工を施すことで、より破損しがたい状態での保存が可能である。近年では、学術的な標本の他に、押芝なと同様に階層の美しさ自体に着目した文化活動としての海層押芝を楽しむ動きもある。新聞紙に挟まれたまま保存された場合、 それが、最終旅行に出た先で調達した部数の少ない地方紙であったり、また植物体がよく保存される環境は当然紙の保存にも良いなど、新聞紙が年月を経て、資料としての価値を見出される場合もある。ホッタ P194 大阪市指定文化財アゼタ水産作用資料大阪市立自然史博物館 h t t p w w w s t y o s a k a l g j p k y o i k u スラッシュページスラッシュ00009208 h t m l 300年前の牛花日本最古でした長野の阪神が最終朝日新聞デジタル朝日新聞社2018年8月5日閲覧回想研究日誌 東方大学、h t t p w w w m n c t o h u a c j p v l a b k a i s o u ありがとうございます。